え今日は「君たちはどう生きるか」あの「君たちはどう生きるか」というあの宮崎駿監督の映画素晴らしい映画がありますけどまああのその映画の話ではありません。その映画の話ではなくまああのよくね 話してると「君たちはどう生きるか」あの「僕はどう生きるか」「俺たち僕たちは人間はどう生きるか」まあそういう確かにあのそういう質問をせざるを得ないようなね、えー、そういう考えがたまに出てきますね。あの例えばですよあの少し前にある生徒さんとこういう話をしていた「先生 虫を食べるのはどう思いますかみたいなね。でまあ皆さんもご存知のように僕は虫が嫌いです。虫を見るのも嫌いだし、えー、虫にこう刺される、ね、蚊とかにこう血を吸われる刺されるのも嫌だし虫の音とかねブーンみたいなハエとか。 いろんな虫の音も嫌だし。見た目も嫌だし。もちろん食べるのも嫌です。ね、そもそも見て嫌いなものを食べることなんてできますか。まあ、あの、魚とか。僕は食べますけど、見て、魚を見てね、うえ。気持ち悪い。とは思いません。はい、まあ、可愛いとも思わないけど、まあ。魚だな。っていう感じ。 えー、肉を見ても気持ち悪いいとは全然思わないですね肉を見てうん肉だなって感じまあもちろんね目の前でこう動物を殺したりするのを見たくはないですよねまあそれはやっぱり心がこう痛いですよねあのだけどまあ 調理して食べるでその時、まあ、肉を買って僕は焼いて食べますけどその時にやっぱりこう気持ち悪いとは全く思いません。はいいたただだきます命をいただくえー、気持ち悪いと思うものはないな食べ物の中で。食べ物はやっぱりありがたくいただきますっていう気持ちなので。 気持ち悪いと考えない、ね、気持ち悪いいと考えないから食べられるんですよね、はい。そして食べるものを気持ち悪いいと思わないです、ね、だから虫は今の段階でね多くの人たちにとってやっぱり食べるものとして認識されないんじゃないかな。というわけでなんかまあ世界にはいろいろな。 商品があるらしく例えば虫を使って作ったこうパウダーみたいなねでそのパウダーを使って、まあ、例えばパスタの中に虫を入れる、まあ、そういうことができるらしいですけど何のために <laughs> なぜそんなことをするって思うけどまああのー、結構あの虫はたくさんのタンパク質。 プロテインですねタンパク質があるらしく、えー、パスタの中にその虫を入れれば、まあ、とてもタンパク質の多いパスタができるとかねパンの中にその虫のパウダーを入れればタンパク質の多いパンができるとか「いやいやいや待ってくれよ」大豆はどこに行ったんだ」<え>「肉はどこに行ったんだ」「魚はどこに行ったんだ」 まあ肉や魚を食べない人でも大豆はあるでしょ大豆は大豆ねそういね大豆はあるでしょ大豆はどこ行ったの虫の代わりに違う <laughs> 大豆の代わりになぜ虫を入れる虫の代わりに大豆でいいでしょ大豆入れればいいでしょ納豆パスタ食べればいいじゃないですかなぜ納豆ご飯の何が悪いのと僕は思ってしまう。 まあでもね、まあいろいろ理由はあるらしいですよ。とにかく虫を使うととてもこう、あのー、まあエコというかね、とても便利らしいですけど、ちょ、ちょっと待てよ。俺たちはどう生きるか、ね。君たちはどう生きるか。という問題になる。例えばですよ、僕がね、虫を食べ続ければ長生きできる。ね、例えば子供の時からね。 毎日毎日虫を食べればあの健康的に長く生きられますよと、まあ、言われたとしてもそれは俺たちはどう生きるか、ね、君たちはどう生きるかそういう感じがするんですよね。いくら長生きできるからといって生まれて死ぬまで虫しか食べたことがない人間君たちはどう生きるかという問題にぶち当たる気がするんですよね。 なんか例えばこういうライフスタイルを送れば自由はない自由はないけど自由はないし自分で選べないけどね自由はないけどこういうライフスタイルこういう時間に起きて運動して寝てそして食べ物はこういう食べ物これを全部守れば90歳まで健康的に生きられますという。 まあ人生のレシピみたいなものがあったとしてそこで僕は聞きたい君たちはどう生きるかでしょまあ一つあの極端な例を言ってみれば例えばあのサバイバルねサバイバルですよえー、船の上とかでえー、なんかこう まあ島の中でもいいですよどこでもいいですよ洞窟の中でもいいなぜかサバイブしなければいけない、ね、サバイバルの状態そこで友達もしくは虫ね友達を食べるかそれとも虫を食べるかみたいなねサバイバルするためにはどっちを食べるかみたいな質問があるでしょでももももそそもねもう いいいんじゃない諦めてもしくは他の方法を探さないなぜその2つしかないですかそれは本当に君たちはどう生きるかみたいなもんでしょ友達を食べてあの生きてもなんかそれはそれは何なんだろうなそれは君たちはどう生きるかですよね。もしくは虫を食べて生きてもうん。 君たちはどう生きるか友達にまず虫を食べさせて太虫を食べて太った友達を食べる、まあ、それはなんとなくあの良さそうですよでもダメ絶対ダメだ君たちはどう生きるかそんなことをして生きても意味あるかなとかそういうことをねその友達の前に僕がねいや僕は君を食べることなんて絶対できないし虫を食べることもできない。 そんななことをしても意味がない。俺は人間として死ぬ!」と言ったら多分その友達はね「あ素晴らしい人ですてっぺ平さんだから僕はあなたが死ぬまで待ちます」みたいね「え待って何をするつもり待ちますよ大丈夫ですよ待ちますから」<laughs> よだれ出しながらね みたいな「<laughs> いやいやちょっと待てよちょっと待てよ」てよ <laughs> 俺を食べるつもりだろう」うまあとにかく気持ち悪い話はやめてねこの辺でやめて何を言いたいかというとやっぱり君たたちちははどどうう生生ききるるかかです僕まあ確かにね虫を食べることはそんなに悪くないですよっていう人が、まあ、たくさんいることはわかるんですけどちょっと待ってくれよ。 僕本当に虫嫌いだからなんか嫌いなものを食べて生きるってそれ君たちはどう生きるかそういうことでしょかといってね美味しいものだけ食べてなんかこう50歳ぐらいで心臓が心臓発作で死ぬみたいなのもねそれもちょっと早すぎるんでだからまあ比較的僕はバランスよくいろんなものをちゃんと食べてますよねバランスよく。あのー 毎日毎日ケーキだけ食べてるわけじゃないしね毎日毎日ウイスキーだけ飲んでるわけじゃなくてある程度気をつけてねあのそして食べ過ぎないようにあの環境のことも考えながらいろいろ考えてるつもりですけど虫は食べなくていいんじゃないのって思うんですけどどう思いますか皆さん。そういういことで言うとねいや先生でも 中国とかで虫をたくさん食べるあのこともあるらしいですよみたいな。いやいやちょっと待って、虫メインで食べてないでしょ。虫食べるかもしれないけど、たまに多分そのおじさんたちが集まってちょっとだけつまんでるとかその程度でしょ。多分。そんな聞いたことないね。中国でお腹いっぱい虫を食べるなんて絶対ないと思う。そんなことは。 なんか珍味としてね珍味いうのはこう珍しい食べ物としてちょっと存在はすると思うんですけどメインでは食べてないと思うけどな日本にもねタガメって言って虫みたいなのを食べる文化があるんですけどまあそれは本当に小さいエリアでしかもまあ伝統的なまあその珍味ですよねメインで食べないね朝から食べないしあの普通の人は食べ,食べないと思いますよ わかんないないや食べないでしょ普通の人が毎日食べる食べ物じゃないと思うけどな、まあ、とにかくとにかくですよなんかいろいろな理由をつけてなんかいろんなとこであのこの食材には虫が使われてますみたいなそんなそんな未来になるんですかねちょっと心配だな少なくとも選べるといいですよね選びたいななんか選べません あなたは虫を食べろみたいになったらちょっと怖すぎるんですけどどうなの、まあまあまあ、というわけで虫は食べたくないそんな未来は虫虫虫というわけでちゃうちゃうアストラルまたねまたねまたね